二枚の折り紙を使って折りますまずは折り紙を四角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて右の角を中心に向けて折ります 裏返して反対側も同じように折りますこれを上から開いてこのように正方形に折り替えますこの部分を縦の筋に合わせて折ります 反対側も同じように折ります上の三角も軽く折ってこれを開いて折り筋に合わせてひし形に折っていきます。 裏返して反対側も同じように折ります。 これで折り鶴を折るときのひし形ができましたもう一枚の折り紙もこのひし形まで折っておきますひし形が二枚折れましたそのうちの片方でまず手と耳を折っておきます 一度先っぽをすべて下ろして上下ひっくり返して下ろした状態でひし形の中心から2センチぐらい上のところでこの左右の先っぽを折ります。 折ったらそれを一度戻してその先っぽの部分を今ついたこの折り筋で中割り折りします。ちょううど真横にになるように反対側も同じように中割り折りします。 このように折ったら今度は先っぽを一度戻して先端から1センチぐらいのところで内側に折りますもうちょっとかな反対側も同じように1センチぐらいのところで内側に折ります 次にこの部分の紙を上に戻して角からこの手の角まで斜めにこの角に合うようにこのように折りますおっとっとしてして反対側も同じ位置で角から 腕の付け根ままで斜めに折ります。次に先っぽをこの腕の下ぐらいで折るんですが腕下いっぱいで折ると髪がたわんでずれてしまうので少しだけ下のところで 折ります押さえて紙がたわまないようにしながら折ります次に角の先っぽを少しだけ内側に折って両側を斜めに折ります。 これで腕と耳の部分は完成です次に体を折っていきますすべての先っぽを上に閉じて一度右側開きます右の一枚を一度下ろしてその先端をひし形の中心に合わせて折ります 折ったら閉じます次に左側を開いて左側の1枚を下に引き出してこちらも同じようにひし形の中心に合わせて折って閉じます次にこの足の付け根の部分の角を少しだけ中割り折りします 反対側も同じぐらいの位置で中割り折りして手前の1枚を手前の1枚を真下に下ろします下ろしたら先っぽを中心よりも1センチぐらい下のところで折ります折ったら閉じますこれに先ほどの 手と耳の部分を合わせます差し込んで閉じて耳の部分が頭の上の横にくるような感じで中心に合わせます。この状態でホチキスで固定します。 固定したら閉じて頭の先の部分をまっすぐより少し斜めに折ります折ったものを先端をさらに右側に折って閉じてこれで折り紙の部分は完成ですこれに顔を描いていきます 中心線を意識してつぶらな目が2つ顔のパーツは全体に中心に寄っています小さな口 目の横にシワのような線が入ります。目の下に頬の明るみの線。あとは耳の先が毛色が違うのでそこも描きます。 これに色を塗っていきます。耳の先を茶色で塗って口の中をパープルで頬の下をピンクで塗ってボールペンで目を縁取りします形を整えてこれでピッピの完成です